おはようございます、幸太郎です。今日もスーパーバタレックプログラム、Vlog 撮っていきますが、今日はですね、マルチカムテストをしたいと思います。2つのカメラで撮ってみようかなって感じなんですけど、今撮っているのが、今まで撮ってた GM1 っていうカメラです。で、ちょっと切り替えます。はい、これが2つ目のカメラ、オズモアクション4です。画角はなんか一番狭くて 35mm 換算 24mm にしてるっていう感じです。基本的には今日はこっちのオズマアクション4で撮っていこうかと思ってます。よろしくお願いします。まだ連日暑くてですね、朝のコーヒーはこんな感じで氷いっぱい入れてっていう感じですね。ちなみにこれマイクロフォーサーズ用のレンズなんですけど、アリエクで買った、3000ぐらいの超 S レンズですね。これがですね、25mmF1.8 で、意外と綺麗に撮れて楽しいです。さっき紹介した、25mm のレンズですね。これで今動画を撮ってるんですけど、動画撮ったことないんだけど、どんな感じなんでしょうかね。手ブレ補正がないから、だいぶガタガタかなっていう気もします。どうでしょうか。緊急で動画を回しております。海にですね、なんかマルチーノが、大きいマルチーノがあって、あれもしかするとカブトガニじゃないかなと思うんで近づいてます。そこあたりですね。いやー、どうでしょう。たまにカブトガニが打ち上がってるというか、そういう感じなんですけど、どうだろうな、見えないかな、わかんないな。ただの岩っぽくもありますね。岩でもここに岩なんてあったことないんだけどな。なんでしょう、なんか微妙に動いてますね。こっからちょっと動いてません？小魚の群れで真っ黒く見える時もあるんですけどね。あ、魚っぽいですね。動きがふにゃふにゃしてるんで、残念、多分これは小魚でした。メイの浜に今いるんですけど、今日の雲も100点。お仕上げ？あら、美味しそう。あら、美味しそう。ありがとうございます。シューバーナウ、元気さん。ショッパーズモールマリナタウン店です。です。ありがとうございます。秋のうどんです。秋のうどん。ごぼてんうどんいただきます。そして、グッデイ。グッデイです。マリナタウン、次はマリナタウン。なんでパープキュートフィッタクチして最後そうかそうか、こりゃそうよ。なるほど、これでね、こりゃそうよ。ないところからだけど、そこ行くんやったら、おー、確かに雲が綺麗。引きから夜だけ草が残ってる。じゃあ動画にできる。江ノ浜のキャンプ。元気さんディレクション。柵が寄れない。元気さんに福岡を案内してもらうっていう、そんな日です、今日は。いやめちゃ楽しい。はい、というわけで今日は元気さんに久々にお会いすることができました。今が18時半ぐらいなんで、5時間以上一緒にいた感じじゃないでしょうか。いやー、楽しかったですね。僕6年ぐらいは福岡住んでるはずなんですけど、地名とか、あとは道路とかですね、全然覚えてなくて、元気さんにいろいろと教えてもらいました。ヨカトピア通りとか昭和通り、明治通り、あとは太白通りとかですね。勉強になったなって感じです。本当にありがとうございます。今後も元気さんとはお会いできると思うんで、YouTube とか
あ、Vlog とか、あとは YouTube ライブとか、また一緒にさせていただければなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。まあ、今日の YouTube ライブだって Vlog はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。こんばんは、孝太郎です。今が、22時53分っていうことでですね、もう遅いですね。今なんとか Vlog を一本につないでみて、まあ一応確認して、まあじゃあもう最後この OBS のですね、この収録の動画撮ろうかなと思ってきてました。で、今日変えたことは2つあります。1個が、画面の、左下にカメラの名前が入るようにしたこと。2つ目が、マルチカム対応です。今回で言うと、パナソニックの GM1 っていう機種と DJI の Osmo Action 4っていう2つのカメラ。これで撮影して一緒にするっていうことを初めてしました。まあ何回か、このスーパーバタレックプログラムの動画の中で喋ってることとしては、まあ画像と絵のデータと音声のデータをそれぞれ同じフォーマット、同じ形にしてあげないと最後の結合の時にバグるっていうのがあるんでですね、そこの調整なども入れてやっておりました。で、まあそれは無事できたんですけど、いやここもですね、また僕の不慣れなところが出てきちゃったなと思うのが、前回の動画から今回の動画の間に何個かこうお試しでプログラムを書いて、今まで2個だったものを1個にまとめれてたはずなんですけど、それが、どっかにやってしまいました。ちゃんとテキストのファイルを保存して管理したつもりなんですけど、残念、どっか行っちゃいました。で、ゴミ箱とかも探してみたんですけど、そこであったデータにも見つからずだったんで、まあしょうがないなと思って今回そこは諦めたんですよね。で、本当いろんなことがこう、細かくちょっと なってきちゃったんで、それぞれの順番とかが本当はこう、ここの処理はここの後にした方がいいとかなんかいろいろ出てくるんですけど、こう、一気にチャット GPT さんにこれしてってお願いして、それを向こうで考えてもらうんで、その時は都合よくできてても、なんか後でこう、それを組み合わせて、またさらに一個にした時に、なんか、支障をきたすみたいな感じになってきて、支障をきたす。なんかこう、自分が最後にイメージしている情報みたいにならないことがあって、まあ今回で言うと、カメラの情報ですね、カメラのデータが左下にあるんですけど、これの表示の仕方が、最初にカメラの、まあ一番、まあ影響がないようにしたいと思って、カメラのデータに最初に、カメラのテキストを入れました。で、その後、今までの処理をさせていったんですけど、これ、気づかれましたでしょうか。GM1 の時と、Osmo Action 4 の時と、テキストサイズが違うんですよね。GM1 の方が大きかったです。Osmo Action 4 の方がちっちゃかったです。これ、理由は元の、動画のサイズが、GM1 が Full HD、Osmo Action 4が 2.7K っていう感じなんですよ。だから元の、フォントサイズは、同じサイズを設定してるんですけど、大きな画面にちっちゃい、一つの、テキストサイズにするのと、ちっちゃい画像に同じテキストサイズをすると、それを揃えたときに、テキストサイズの差が出てきちゃうっていうところが、後で気がついてですね、テキストファイルを、テキストファイル、そのカメラの情報を映像内に入れるのは、どのタイミングがいいのかなとかですね、すごい悩んでしまいました。まあ実際は、
まあ、いろんな処理させて画像と音声、いやでもあれですよね、画像のサイズを今 1080p にしてるんで、 1080p に2つを揃えた後にテキストを入れるって形しなきゃいけなくて、そうなってくると、うーん、画像を変更してそこにテキスト入れてフレームレートを設定して、それで本当につながって、うまくつながってくれるのかなとか、これまだ検証しなきゃいけないとかになってきて、もうややこしくなって、もうこうなってくるともうなんか大変ここで本当に次の方にちょっと今までできなかったことにちょっと力入れないといけないなと思います。それが PS1 ですね。今使っているパワーシェルっていうソフトの一個のプログラムをパッケージ化して、それを、まあショートカットで呼び出してするって感じですけど、それを使って一個の処理を終わらせたら次のものを勝手にショートカットで読み出して、次やってショートカットでやってみたいにして、プログラムを小分けにしていかないとちょっと追っつかないなっていう感じになってきました。いやー、なんかテキストファイルとかそう考えるとなんか本当にややこしくなっちゃってですね、困ったなー、困ったのかないやー、複雑だなー。まあでも PS1 っていうのは、いつかはせねば、自分もできるようにならねばと思っているところなんで、まあ、ちょっと、まあ、いいタイミングなのかなとか思いつつですね、まあ、そういう課題を見つけ、それがうまくできたら2つぐらいのプログラムで済むことを、ごめん、今日いくつやったんですか？ですね、ちょっとこれ画面上左が、8月3日バージョン、右が5日、今日バージョンですね。で、今日がテキスト入力をして、次がパワーシェルで GM1、まあ、カメラの最初の1秒をカットしてでしょ？で、次にその解像度や音声を揃えて、結合。だから4つプログラムを走らせてる感じですね。いやいやいや。おかしいな、前回で2つまで削れたはずなのに2倍になっちゃいましたしかも完全に思った通りにはできてないっていうですね、まあそんなところなんで、ちょっとまた、まあなんかこの間ですね、いやもう結構これである程度できちゃったから、もう何すればいいかわかんないですみたいなことを余裕かまして言ってたんですけど、全然ダメでした。いやー、というわけで次もこんな感じでやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日も Vlog 見ていただいてありがとうございました。ではでは。